皆さん、こんにちは。インスパイのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしま,いります、はい。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、えーあの、皆さんご存知の方も、ね、多いかもしれませんが、えー、まだまだですね、 知らない方が多くてですね、LINE 疲れが起きているということを聞いておりますので、今日はですね、LINE を既読にしない方法っていうものをですね、iPhone5 で実際に試してみましたので、ぜひね、ご覧いただきたいなと思います、はい。ではですね、まず今日はですね、ちょっと特殊なセットになってるんですが、こちらの方をご覧ください。はい、今ここにですね、 iPad mini 左側に iPad mini 右側に iPhone 5が置いてあります。この二つでですね、LINE のやり取りっていうのを実際にやってみたいと思うんですけど、うまくいきますかね。誰かその間に何か来るとめんどくさいんですが、やってみたいと思います。まずですね、こっち側の iPad mini 大きい方ですね。大きい方の LINE をですね、立ち上げています。はい。ここのですね、今この横田さんと。 このアカウントでやってみたいと思うんですが、一方でこっち側の iPhone5 の方ですね、iPhone5 の方は、実際にこちらですね、よし横田修林さんという漢字の名前の方、この2つで、ね、やってみたいと思うんですけど、今 これはですね、iPhone5 が KDDI の AU になっていて、iPadmin i がソフトバンクになってますが、この2つでね、やってみたいと思うんですけど、例えばですね、この横田さん側から何かをこう送ると、送りますね。これで、はい、ドンと。こう送るとですね、同時にも左側の方に出てきました。で、これ、そっかそっか、これがあるから見えないのか。テレップから見えないんですけど、これ既読。 になってるんですねちょっとですね、えー、これだと大きすぎて見えないですね。じゃあ小さくしなきゃいけないですね。えー、小さくなりますかね。よいしょ。なかなか小さくなりませんが。上にでも動くといいんですけど、動かないですかね。ちょっと待ってくださいね。はい、これを小さくします。よいしょ。あ、このぐらいでもいいですね。はい、えー、このぐらいにしてた方がいいかな。 これで全部出てると思うんですけど、はい、これでちょっとカメラを戻しましてですね、こんな感じでしょうかはい、こんな感じで戻しました。これでもう一回ちょっと送ってみますね。もう一回こちらで、ドンと。送ると、こっち側にドンとね、届くようになっています。で、一方でね、こっち側の iPad mini 側からですね、何だろうな、例えばドンと。送ると、ドンと送ります。 で、この時に見ていただきたいのは、このですね、iPad mini 側の方、iPad mini 側の方が、現在既読っていう風になってると思うんですけど、既読なんですよね。で、例えばね、こっち側の方から送るとですね、何んか送りますよ。ドンと。送るとですね、今度こっち側の方が既読になってます。で、今度こっち側から送ると、ドンと。あ、ここを押せないのか。はい。 ドンって送ると、はい、えー、こういう,うに既読ってなっちゃいますよね。で、これを、えー、iPhone5 の方から、えー、皆さんも iPhone5 だと思ってください。で、お友達が、えー、この iPad mini の横端側だったと思ってほしいんですけど、えー、こちら側の横端さん側が投稿したものを、えー、iPhone5 で皆さん見ていて、で、これを既読にしない方法、だから右側の方が既読にならない方法っていうのを今からやってみたいと思うんですけど、 例えばですね、ちょっと戻しますね。戻しますよ。はい、戻しました。で、ある人が、お友達がですね、この LINE をピット押してですね、l i n をピット押してですね、でピットして、横田さんにですね、何か送ろうと思ったとします。で、これでですね、例えばですね、これ、牛シシシと、これね、これをドンと押したとします。 そうするとですね、右側の方に、この上のところ出てますよね、横田修林がスタンプを送信しましたっていうのが出まして、ここにありますようにですね、このラインのところに1っていう数字がつきましたで。これを普通にですね、開封してしまうと既読っていうふうになっちゃうんですね。なので、今のスタンプの表示を見たときに、これは嫌だなと、見ない、ちょっと今見たくないんだけどなという場合にどうしたらいいかってことを今から説明します。 ここでですね、設定っていうのを押します。設定。設定を押してですね、えー、この中の、あちょっとすみませんね。設定の中の、えー、もう一回やりましょうか。ちょっと設定が。はい。設定を押して、一番最初にあるですね、機内モードって書かれてます。一番上の機内モードっていうとこを押します。そうすると、現在上のところですね、ここ KDDI LTE というふうに出てるんですけど、ここの部分をちょっとよく見てほしいんですね。ちょっと小さいですけど、えー、これをオンにしています。 はい、そうすると、ここがです、ねえー、と飛行機のマークになったと思います。飛行機のマークになったということは、これ、インターネットが使えないモードになっているので、実際にはです、ね、この LINE が開いてもです、ね、既読にならないんですねで。実際にこれに変えてですね、はい、変えてですね、この LINE のさっきの1っていうのがついているので、これを押してみます。4と。そうするとです、ね、こんなメッセージが出るんですね。 データにアクセスするには、機内モードをオフにするか、Wi-Fi を使用してくださいっていうんでるので、これそのままでいいです。そのままほっといて、OK をします。はい。そうするとですね、ここのとこに、出てますかね。よいしょ。出てませんかもう一回行きましょうか。 これ出てませんね。これだとダメですよね。で、これで実際にですね、例えばもう一回ドンと送ってみます。そうすると、これインターネットがオフになっているので開かないわけですよ。だからここでするとダメっていうことがわかりますよね。じゃあどこでするかってことをちょっと説明したいんですけど、はい、これもう一回オンに戻しますね。ここでやってしまうと、まだですね、この 受信をしていないんですね。受信をしてないので、出てこないわけです。じゃどうするかっていうのをお見せしますね。これ、これを押します。で、その時に、ここがこのような表示になってると、勝手にもう開封しちゃいますよね。開封しちゃうので、大事なことは、ここの、え、ラインを閉じるときに、トークにしてから閉じなきゃいけないってことなんですね。え、あの、誰かのメッセージを見た状態にしてると、開いたら開封になっちゃうんですよ。じゃあ行きますね。もう一回行きますよ。 じゃあ、これでお友達がなんかこうやってね、送ってきたします。そうすると、スタンプが送信しましたっていうのが出ましたねで。これでここで機内モードをするんではなくて、このラインの2って書いてるのを、とりあえず押します。そうすると、ここに誰からのメッセージかっていうところに数字が今出てますね。見えますかね。この2っていう数字が出てるんです。でこれをこのまま押しちゃうと開封しちゃうので、 えあ、これ誰かがスタンプを送信したんだ誰かがスタンプを送信したなってか分かった段階で、ここで一、えー、回ですね、閉じます。一回閉じまして、ここで設定をしてですね、機内モードをオンにします。そうすると、これ飛行機マークつきましたね。飛行機マークがついた状態で、えー、もう一回ですね、えー、戻しまして、LINE、えー、を押します。そうすると、データアクセスするにはっていうメッセージがやっぱ出るんですけど、ここでですね、OK を押して、これを開きます。 大事なのは、今ですね、この左側見といてくださいよ。ここ、今ね、ここ。この人ね。ここのとこが、はい、見えますかね。ここのとこが既読になってないと思うんですけど、この状態で実際にこれを開封しています。はい、開封しましたよ。開封しましたけど、既読になってないですね。もしこの状態でお友達が返事がないなということで、 どうしたんだよということで、またなんかね、えー、送ってきたとします。ドンと。こう送ってくるんだけど、えー、これ何,何回こうやって送っても、この右側の方はインターネットがつながってない状態になってるんですね。機内モードになってるので、えー、これを受信しません。受信しません。で、えー、当然これもさっきのですね、ちょっと戻しますけど、えー、この部分は、えー、既読になってませんよね。 で、これでメッセージ読みました。メッセージ読んだんだけど、えー、相手には知られてない状態ですね。で、これで閉じます。これ閉じて、このままですね、ああ、よかったよかったということで、えー、これ機内モードを戻してしまってですね、えー、戻してしまって、で、またちょっと忘れた頃にですね、えー、ここをですね、見ようとすると、ほら見てください、ここ。わかりますか既読って今ついたのわかりますこの既読ってついちゃうんですよ。 なんで,でかって話をした後、この時点でインターネットにつながっちゃうので、えー、既読になっちゃうんで、今見たっていう証拠をね、消さなきゃいけないんですね。だからまずインターネットがつながらないもので見て、見た後、インターネットをつないだらそこで既読になっちゃうので、見たよっていう証拠も消さなきゃいけないということです。じゃあどうするかっていうのを今からお見せしますが、はい、これもう一回いきますね、えー。これ今普通に戻ってるので、えー、このまま開封しちゃったら既読になるんですけど、とりあえずここまで押します。 ね、こうするともう見えちゃうので <laughs>、はい、もう一回いきますよ。ここじゃなきゃダメなんですよ。ここじゃなダメなんで、えー、ここの状態でですね、えー、お友達が何か送ってきます。はい、えー、ポップコーン食べてますと。えー、送ったらですね、えー、これで、今出てない状態になってますよね、えー。まだ既読になってない状態になってますよね。 でそうすると、えー、こうスタンプが送信されましたということで、えー、送られましたで。ここでですね、どうするかっていうと、えー、ここでとりあえず見ます。そうするとね、数字がついた。えー、誰々さんが来てるなと、このメッセージ見たらすぐ返事返したいなか、ね、いけないんだけど嫌だなと思った場合は、このまま黙って閉じます。黙って閉じます。でここで、えー、機内モードをオンにします。機内モードをオンにしますで。飛行機マークが出ました。 で、これで、えー、戻してですね、もう一回 LINE のメッセージを読みます。これ OK を押して読みます。ね。読みました。だけどこれ既読ついてませんね。で、これで、ああ、よかったよかったということで見て、でも見なかったことはしなきゃいけないので、ここから大事。この後何時しなきゃいけないかっていうと、えー、iPhone の場合は下にあるホームボタンですね。ホームボタンを2回押してください。2回押すと、えー、最近開いたアプリっていうのが開きますので、ここでこの LINE っていうものをですね、長押しします。 長押ししたら、ゆら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 入れて、マイナスマークが出てきますけど、これでこのマイナスのね、この赤のところ、これをタップします。ちょっと消えました。これで、えー、見たという証拠も消えたってことになるんですね。でこれ消して、もう一回ホームボタンを押して、えー、元に戻しますね。元に戻します。そうしても、ここまだ既読ついてませんよね。えー、見たことになってます。これで、えー、設定で、えー、機内モードをオンに戻します。あ、オフに戻します。 はい、そうすると、これで普通に戻ったんですけど、はい、見てください。えー、ここまだね、えー、オンになってませんよね。ということができるわけですね。これだからまだ見てません。だけど、えー、もう一回誰かのメッセージ来たりとか、LINE、えー、を開くとですね、既読になる恐れがあります。はい、これもう一回 LINE を押します。そうするとですね、ここに、えー、トークのとこにですね、えー、この人がいますので、えー、この人のとこに、えー、スタンプが届いてるはずなんですけど、 これを入れた瞬間に今、既読になりましたね。なので、この瞬間に見られたということが分かるわけです。はい、えー、ということで、えー、ちょっと戻します。はい、えー、お分かりいただけましたでしょうかね。えー、これ、なかなかですね、一人二役やってると、すごくですね、こう分かりづらいんですけど、えー、要するに、 えー、LINE のメッセージは、えー、インターネットがつながっている状態では、自動的に、えー、既読になるっていうものがあると。だから、既読にならないようにするには、LINE の、えー、インターネットのつながっている状態を切る必要があるので、まずは一回受信しておいて、えー、LINE のアプリ内には受信しておいて、えー、アプリ内で、要するにオフラインで見れる状態はしなきゃいけないので、受信しておいて、一、えー、回 LINE の開いてから、トーク、あの、 あの個々のメッセージが出ない状態で終わらせなきゃいけないんですけど、それでトークのとこでえメッセージを確認、2位とか数字を確認したら、それでえ戻って、設定から機内モードに変えて、機内モードに変えて LINE のメッセージを読むと。読んでそのまま放っといていけないので、機内モードを戻すんですけど、戻した後は必ずえーホームを2回押してですね、立ち上げてた LINE アプリを削除して、 証拠を消します。見たよっていうね、その行動自体は消しちゃう。でそれから、あのもう一回ですね、あそれで OK です。でもう一回見てしまうと、そこで既読になっちゃいますので、もう頻繁にメッセージが来てる方は、なかなかね、これを防いでいくっていうのは難しいんですけど、LINE を既読にしない方法ということで、どうしてもね、しばらくちょっとメッセージに出たくないんだという場合は、このような方法が使えるんじゃないかなと。 はいということで今日はですね LINE を既読にしない方法を iPhone5 と iPadmini で試してみましたいずれにせよこれはですね瞬間的な裏技であってこれを順番にですねずっとやってたとしてもですねかなりですね無理があって疲れちゃうので実はですねアプリなんかも出てるんですけどそれよりも本当に仲のいい人とね親しく楽しむっていうために えー、そういう人しかつながらないって方がいいんじゃないかなという気はしております。インスパイのことでした。ありがとうございました。バイバイ。